緑かと思った。緑でここは。でもこれしかなかった。これと でも逆に緑だったらおかしくない。これと紫しかなくて、うん、で紫だとプラス5000円かかっちゃうから、もうこれしかなかった。これにした。あ、でもいいよ。うん、花が可愛い。この花何時なの？15時半。パパ来るの？パパ行ったけど来れないらしい。仕事でしょ。あと入らないんでしょ。意味ないもん。うん、写真送っていいだけ言われた。今の天気はどうですか？全然卒業した実感がないです。ほとんど学校行ってないもんね。うん、こういうなんかさ、ブワーって感じ。わかった。じゃあちょうだい。ここにめちゃめちゃ入ってる。じゃ座ってやるから。これはいい。これはちょっと出すね。はい、これと違う、これとダメの、これと、これはいい。これはいい。あ、こんなんかな。刺すのならいいよ。え、刺身は？これ刺すだけでしょ？まあ、そうですね。え、なんかこういう感じ？わかった。もう並べばいいんでしょ？ちょっとバランス見て。あ、こういう感じ。でも、まっすぐしてやだな。これもあるよ、これも。センスじゃないんだよね。ダメじゃん。でも見せろからさ。うん、可愛いな、こう見ると。こうすればよかったなって思う。これ本物の花やん。この魚めっちゃ可愛い。なんかで入らないな。これ去年の買ったやつ？うん。おばじゃね？これ何？金？金箔。これプラス500円かかった。え、後ろ見せてほしい。待って。うん、なんかまだ金あるんだよ、長く刺せるの。ちょっと待ってな。この金箔の借り方と。取っちゃおうか。ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。してないこと。あ、これだけならいいんじゃない？携帯貸して。写真撮る。うん。いらない？取っちゃう？部分だけやっぱりプロがいいよ。こういうのったらいいんだろうね。こういう丸いやつ。大丈夫やるから。怖いな。ダメな、早いよ。紐かわいいわ、ね、これ取れない、やった。不動のやつは綺麗に取れたよ、うん、すごいな、これは、
このこれの方がシンプルで着れいよ。遅くなっちゃう。なんない。紐でぐるぐるするのも可愛いな。紐、ね、ないじゃん。紐ないからいいんだよね。いいよ、着てないからこれはプライベート。